パスタはアンチョビ、小エビ、長ネギですね。ペペロンチーノ作ります。例によってパスタ入れるとこからいきます。これがまあそのキタッラっていうアブルッツォ州の元々の、まあ、ギターっていう名前なんですよね。本当はキタッラっていうのは、でそれをまあ入れるとこの角が取れて丸くなって、しかもその角のなんか食感がこう楽しめる不思議なパスタ、これを今日はアーリオリオで、アンチョビと小エビを絡めていきたいと思います。ではね、まあ、例によってパスタ、これはまあ大体これ1人前ですけども、ちょっとこうパッとこうね両手で持って、これにはですねこういうニンニクと、まあ、イタリアンパセリとかバジルとかね、そういうのがミックスされたスパイスミックスっていうのが結構イタリアはよく売られてて、お土産屋さんにいっぱいあるんですよ。これ使いやすいなというんで、まあ、使ってます。大体この小さじ1杯ぐらいに入れちゃうとね、すごい結構辛くなって、まあ、割と辛いの苦手な人はこれでギブアップ。これまあ小さじ1杯ぐらいで、そこにオリーブオイルを加える。まあちょっと多めがいい、ね、焦げやすいんで、乾燥イタリアンパセリが焦げやすいんで、なんでもう火止めて、これでもう余熱で OK、 もういい香りしてますから。でパスタは大体ねこれ10分茹でなんで、タイマーで、9分ぐらい、たまにこのパスタをかき混ぜて、これは先日使った長ネギの残りの緑色の部分ですね、これは細かく切っちゃって、別にまあイタリアンパセリとか普通のパセリでもいいですよ、細かく切っちゃって。冷凍しといたむきエビですね。エビってほんと火が入りやすいから、もうほんとカッと揚げちゃった方がいい、最後ぐらいでもいい。でそこに今度はねアンチョビですね。でアンチョビはやっぱオイル漬けが、ペーストを使ってもいいですよ。この3尾ぐらいですね。でこんな感じで、アンチョビはもうすぐ溶けてっちゃうんで、ほんと形にこだわんなくても大丈夫ですよ。これはねカタクチイワシっていうんだけど、このイワシ日本の近海でもいっぱいイワシ取れますけど、そういうところで取れたのイワシ朝のうちにとっつぐに3枚おろしちゃう。しかもね指でおろしちゃう。したやつを振りこう炒めていくんですね。一応鍋の中にこうこういう風にこうなりますね。まあ、長ネギと小エビとアンチョビと、まあ、こういう感じでちょっとずつこう火を入れていくわけです。で、あと入れ汁入れてソースに。香りしてますよ。まあ、乾燥ニンニクってすごい焦げやすいんで気をつけなきゃいけないんですけど、そいつをね、じっくりじっくり焦がしたところに、エビとか、まあ、ネギとかイタリアンパセリとか、まあ、そういったものをその入れて、じっくりじっくりこう火を通す。で最後はゆで汁を加えて、ソースを完成させると、オリーブオイルとゆで汁のミックスなんですよ。これ結構大事でね、そのミックスする。パスタの茹で汁っていうのは小麦粉がねとってもこう溶け出してるんですね。でそれがこうトロンとした感じになって、うまくそのソースになってくるわけです。パスタの、粉が溶け出てるぐらいがちょうどいいです。まあそば湯みたいなもんですよね。ドロンとしたそば湯を混ぜていくのはそういう感じです。そうすると乳化しますから、茹で汁とオリーブオイルがうまいこと溶け合って乳化していきます。すごいとしたこの感じなんですよ。これ大事です。ちょっとニンニクはね、ごめん、少し焦げたことはね。これ失敗です。本当は焦げない方がいいと思います。まあ人によっては生ニンニクでやってる人が、まあ、ほとんどなんで、簡略版で。乾燥ニンニクでやっちゃいます。あとはやっぱりそのパスタ自体が美味しくないと、このパスタそのものね、この小麦調合具合と乾燥具合がよくできてるパスタっていうのはパスタそのものがうまいんです。だから他何もする必要ないです。ソース、基本のソースですけど、それにパスタをよーく絡めるって、このよーくってところが大事です。ちょっと混ぜちゃうんですね。で入れ汁はちょっとこう取っといて、少し後で足んないなと思ったら足して、またこう少し火をつけながら混ぜていくんですよ。もうねちょっとほんと弱火、ほぼ火つけないぐらい、これでぐる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 かき混ぜるだけです。さあシャバシャバしたアーリオーリオになってしまった。これダメです。よーく混ぜてください。
これね、あのジェノベーゼペーストなんかもそうですよ。よく混ぜるんですよ。たまに煽る。よく混ぜる。で、汁気がない状態はダメですから、少し残るぐらいね、ちょっとこう残るぐらいに混ぜる。もうちょっと、まあ、今湯割りになってますので、これでもうずっとずっと混ぜる。混ぜる、煽る。この混ぜる具合のところ、このトロトロした感じ、これを覚えてほしいよね。トロントロンとしたこの感じ、これを覚えてください。見えるかな。じゃあこうやって今こんな感じ、どう？このトローンとしたこのソースのこの感じですよ。これを覚えてほしいんですよね。まあいつも言うんですけど、なるべく小高くね、小高く盛り付けるんですよ。小高く。まあ、最後にちょっとイタリアンパセリとか散らして、じゃあ完成です。はい。じゃあ早速食べようかな。キタッラのアンチョビと小エビ入りのペペロンチーノですね。アーリオでペペロンチーノ。食したけどめっちゃうまいね。いただきます。いいね。いい味出ますよ。ネギとかね、小エビって合うんですよね。煮きエビなんですよ。アンチョビ酸味はやっぱり適量ですね。それとたっぷりのオリーブオイルとニンニク。食べた感じのニンニクもたまんないよね。ラーメンでいうところの焦がしニンニク。待てます。では